2曲目はニューオリンズ の偉大なピアニストでシンガーのファッツ・ドミノの I'm Ready という曲で、ロックンロールのすごいかっこいい曲ですけど、I'm Ready はキースが映画の中でニューオリンズのアル・パーマーとかすごい伝説のドラマーとかと一緒にやってるフィルムがあって、前からうわいいな I'm Ready やりたいないつかと思ってて、でライブでキーボードの吉田学校がファッツ・ドミノだったらもちろん俺歌っちゃうよって感じでレパートリーにしてやったりしてるんですけど、大石さんがリードボーカルで、すごい大好きなご機嫌なロックンロールの曲です。でゲストには、花田さんを、花田博之さんをお迎えして一緒にギター弾いてもらったんですけど、すごい原さんもかっこいい、なんとも言えない、生かしてるよねとしか言えない原田さんのギターで、原さんとはもう皆さんご存知の、原さんがやってたルースターズの時から、すごい大好きな先輩って感じで、原さんとあと原さんがルースターズが終わってソロ活動を始めた時に、東芝 EMI でレベルメイトっていうか同じレコード会社だったんで、俺たちも花さんのライブよく呼んでもらって見に行ったり、花さんも俺たちのライブよく来たりしてくれて、ずっと仲良くしてるかっこいい先輩です。なんか前に兵庫の和田山っていうとこで花さんと一緒にライブやった時に、当日じゃああれやろうか、これもできるね、あれもとか言ってプライベートと花さんで、あれ1時間ぐらいやったのかな、そういう当日やってあれもこれもやろうぜって言って一緒に1時間演奏できる、そういうルーツとか好きな音楽も本当に同じようなところが好きで、尊敬している花さんです。またしたいですね。ありがとうございます。